歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。成田伝統芸能祭り春の陣5月20日21日開催市川團十郎。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが成田伝統芸能祭り春の陣の告知について語った。市川團十郎さんゆかりの成田山新勝寺春の陣のテーマは歌舞伎。成田が歌舞伎の町と言われるのは江戸時代からです。成田山に子宝祈願し長男を授かったと言われる初代市川團十郎さん。成田山新勝寺の本尊である道明王をテーマにした歌舞伎を演じ、成田への屋号を使うようになりました。表参道花咲町ステージのご当地キャラ成田モーテですかね、2023ではクラウドファンディングで制作したうなりくんの歌舞伎衣装をお披露目。キャラクター PR ステージやアーティストたちによるミニライブが繰り広げられます。また今年は初めて表参道でパレードも行われます。市川團十郎さんは5月大歌舞伎に出演のためパレードには参加です。私ここの、イベントのページをいろいろチェックしたんですけど、参加者の名簿の中には團十郎さん、勸玄君、麗華ちゃん載ってませんでしたので、おそらく今回のパレードを含めたイベントには不参加と思われます。ファンからのコメントは、成田伝統芸能祭り歌舞伎を立派に作られていますね、見られた方は迫力あり素敵だと思います。なんかここのイベントのところに出てくるなんかお餅とかもなんかかなり美味しいとすごい話題になっているようです。私の感想は、私は昨年の秋は成田山新勝寺で襲名披露のパレードが印象的でした。市川家と成田の関係は深いですが、春の陣は公演中で見れないのが残念です。去年の秋すごいごった返したあのパレードは本当にすごかったですね。成田伝統芸能祭り春の陣5月20日21日開催市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。